愛ちゃんはどんな時にため息をつく？やっぱり疲れている時？それとも誰かに恋しちゃってる時とか？アリア、ザ・ナチュラル、ドラマ CD 第2巻、ナビゲーション1、アキラさんのため息。アキラさんが切ないため息をつくなんて似合わない。じゃなくて気になる気になる気になる。アギー落ち着いて。アイカちゃん、アリア社長、お気に入りのご飯が売っててよかったですね。ブブイニャイ。あれあれはアイカちゃん。ブブイ、植え込みの影から覗いたりして何してるんだろう。スパイごっこ、まさかね。もうもうもう、怪しい。やっぱ怪しいわ。アイカちゃん、なんだ、あかりか。びっくりさせないでよ、もう。こんなところで何してるの？あそこ見て。え、あれって、アキラさんと、郵便屋のおじさん？そうなのよ。ちょっと怪しいと思わない？え？おいしい。なんだか心が安らぎます。お茶の香りはリラックスさせる効果があんだよ。玄米茶がお好きなんですか？まあな、この香ばしい香りが何とも言えなくてよ。今度おいしい入れ方を教えてください。おお、いいともさ。ね、怪しいでしょう。え、そう？おじさんがいつも持ってるポットのお茶を二人で飲んでるだけだよね。あ、そうだ。さっきおやつにクッキー買ったんだ。私たちも混ぜてもらおうよ。おじさん！うわ、でもバカ！はい。邪魔しちゃ悪いでしょうが！邪魔？あかりの二部子。二部子？あきらさん、最近元気がないのよ。え、そうなの？ため息ばっかついて、今朝なんかゴンドラに乗るとめまいがするって。そんな調子だからついに休みを取ったんだけど、そしたらフラフラ出かけてくじゃない？うん。だからひょっとしたら、ひょっとするかもって思って。ひょっとするって何が？ああ、鈍いな、厳しい。ああ、まったく、あかりはお子ちゃまなんだから。乙女が好きなものも喉を通らずため息ばかりつくってことはよ。うん、誰かに恋してるってことよ。恋？そうよ、来いよ、来い。で、さっきアキラさんと一緒にいたのは？郵便屋。アキラさんの好きな人って郵便屋のおじさん？アリシアさん、ただいま。バイバイにゃーい。おかえりなさい、アカリちゃん。アリア社長。あら、アイカちゃん、いらっしゃい。こんにちは、アリシアさん。アリシアさん、これアリア社長のご飯です。それからおやつにクッキー買ってきました。ありがとう。今ちょうどお茶の支度をしていたのよ。ちょっと待っててね。まあ、アリシアさんはいつ見ても素敵。はあ、アイカちゃんのため息は憧れのため息だね。はあ、アリシアさん。お待たせ。今日はフランボワーズミルクよ。昨日お客様からキイチゴのジャムをいただいたの。真っ赤なジャムとミルクが2層になってて、とっても綺麗。ストローでかき混ぜて飲んでね。いただきまーす。ぽいぽいにゃーい。おいしい。うん、ほんと。甘酸っぱいジャムとミルクが溶け合って。ぽい、ぽいにゃーい。あらあら、気に入ってもらえてよかったわ。あ、そういえば、キイチゴの花言葉、知ってる？花言葉ですか？いえ。愛情よ。小さいけど、真っ赤なキイチゴにふさわしいと思わない？へえ、なんだかロマンチックですね。愛情、か。あの、アリシアさん、アキラさんって、どんな男の人がタイプなのか、知ってます？アキラちゃんの？ああ、別に深い意味はなくて、その、アキラさんって、
あんまり女らしくないっていうか、ガサツっていうか、男前っていうか、そんなアキラさんでも、誰かを好きになるなんてことがあるのかなーって。そうね。あ、そういえば、ミドルスクールの時に美術の先生に憧れてたかも。美術の先生？ええ。ロマンスグレーの素敵なおじさまって感じの先生でね。アキラちゃん、先生の前では頬を赤く染めちゃって、うまく喋れないの。初々しかったわ。おじさま、やっぱりって感じ？アキラさん、戻ってるかな？アキラさん！アイカ君、どうぞ。お邪魔します！アキラさん、くるみパン買ってきました。よかったら一緒に食べませんか？せっかくだけど。ほらほら、いい匂い！美味しそうでしょ？すま、食欲がない。焼きたてのくるみパンに見向きもしないなんて、これは思ったより重症だわ。悪いな。せっかく買ってきてくれたのに。あ、いえ、気にしないでください。そういえば、今日、アキラさん、郵便屋のおじさんと一緒にいませんでしたか？え？あ、いや、そうだったかな。動揺してる。しかも隠したがってる。これはひょっとして、本当にひょっとしちゃったかも。アキラさん、今日もどこかへ出かけていくと思ったら、やっぱり。アイカちゃん、探偵さんじゃないんだからさ。あんたはあれを見て気になんないの？それは、気にはなるけど。うむ、動いた。え？なんか言ってる。おじさんのお茶、私好きです。もう一杯飲むかい？はい。はぁ、美味しい。そうかい。やっぱり私おかしいですよね。ん？こんなんじゃダメだって分かってるんですけど、仕事が手につかなくて、このままじゃ私、こんな私のことどう思いますか？どうって言われてもな。今、私のことどう思いますかって言ったわよね。アキラさんたら、おじさんのこと口説いてる。絶対口説いてるわ。アイカちゃん、落ち着いて。落ち着いていられないわよ。でもアキラさんがおじさんを好きならそれでいいような気が。ダメよそんなの。郵便屋のおじさんって奥さんも子供もいるんじゃないの？あ、そういえば聞いたことないかも。知らないの？あんなに仲いいのに。うん、だってそういう話出たことないし。どうすんのよ。アキラさんが不倫しちゃったら。おえ、不倫？おいにゅい。動いたわよ。え、ちょ、アキラさんが郵便屋さんの方に寄りかかってと思ったら、そのまま郵便屋さんの膝の上に頭を。ドビーバーにゃーい。うそ、男の人に甘えるアキラさんなんて信じらんない。おい、アキラさん、アキラさん、どうしたんだい、アキラさん。あれ、アイカちゃん、なんか様子が変だよ。アキラさん、まさか振られて気絶したとか。行ってみよう。おい、おい、大丈夫かい、アキラさん。おじさん、どうかしましたか？おお、嬢ちゃんたち、いいとこへ来た。アキラさん、熱があるみたいなんだよ。熱？あ、病院！とにかく、アキラさんを病院に連れて行かないと。うん、お医者様の話だと、一晩寝れば熱も下がるって。うん。ありがとう、あかり。じゃあね。あきらさん、目覚めましたか？アイカ。ここは？病院です。ただの風邪だから、一晩休めば大丈夫だろうって。そっか。すまないな、迷惑かけて。
街中で倒れるなんて私らしくない。水を一杯もらえるか。あ、はい。はい、どうぞ。サンキュー。郵便屋のおじさんにも迷惑かけちゃったな。あの、私、ごめんなさい。勘違いしてました。郵便屋のおじさんとアキラさんのこと。勘違い？その、二人が不倫してるんじゃないかなって。大丈夫ですか？アイコ、お前、不倫ってなんだ？私はただ、仕事の悩みをおじさんに相談してただけで。無理しちゃいけねえよ。ちっとぐらい休んだっていいじゃねえか。でも私、どうしてこんな自分になってしまったのか、わからないんです。もし、このまま一生ゴンドラに乗れなくなったら。まさか、具合が悪かっただけだったとはな。全然気がつかなかったんですか？ああ。もしかして、あれが原因か？あれって？4日前に雨が降っただろ？普通は営業は中止なんだが、どうしてもっていうお客様がいて。亡くなったご主人との結婚記念日に、ゴンドラでネオベネツィア巡りをしたくて来たっておっしゃるんで、小雨だったし、このぐらい大丈夫かと思ってさ。気持ちはわかりますけど。私は普段から風邪一つひかないのを自慢してたし、多少のことは気力でカバーしてきたから。だからって、体調不良に気づかないなんて鈍すぎです。だよな。けど、私なりに落ち込んでたんだよ。自分でもなんでこんなになったのかわからなくて。で、なんで相談したのが郵便屋のおじさんなんですか？ため息つきながら水路を眺めてたら声かけてくれて、お茶をご馳走してくれたんだ。それでいろいろ話を聞いてもらっているうちに、なんだか気が楽になって。それで具合が悪いことに気づかずにいたと。悪い。でもあの時聞いたおじさんの言葉は当たってるかもな。今はちっとだけ心がお休みしたがってんだよ。少し休ませてやったらまた元気に戻る。そういうもんさ。がむしゃらにやるだけがいいってもんじゃない。おかげでちゃんと休息もとって、体調管理に気を配るのも仕事の一つだって気づいたよ。もう無理しないでくださいよ。わかった。ああ、でも一つだけ。何ですか？さっき話したお客様をご案内してる時に、雨の日のベストスポットを見つけたんだ。今度小雨が降ったら教えてやるよ。アキラさん。何だ？アキラさんが仕事熱心なのはよーくわかりました。いいから今はゆっくり休んでください。はい。アキラさんのため息って恋のため息じゃなくって具合が悪かったからなんだね。うん、アキラさん頑張りすぎただけなんだよね。でも体調管理も仕事の一つだって私も教えられちゃった。ウンディーヌは体が資本だから気をつけないとね。それにしてもアキラさんが郵便屋のおじさんと不倫してなくてほっとしたよ。っていうか、もともとそんなことあるわけないよね。それで結局アキラさんは年上のおじさま好みだったの？あ、